もしてる。うん。撮れてんの？これ撮れてなかったらもう最悪だよ。撮れてるよ。お、ポルシェ96よ。古いな。どれ？あれ。あ、本当だ。うわ、古い。あんな乗ってる人いいんだ。撮れてんの？赤いのが点滅してるってことは？赤いのっていうか。あ、でも撮れてる。うん？レックになってるよね。はい。レック、レック。では。ガソリン入れていい？じゃあガソリン入れとこかな。10月、あ、違う、7月、7月、何日何日、バーにしたべえな。こんなに引く？ちょっと人が軽く見えた方がいいんじゃないの？じゃあそれで。はい。7
7月10日、私はここに座ってるのかというのがですね、実はクリスマスになるとあんまり何も言えなかったりするんですけど、ね、バカにしてるよね。これ勝手に始まった。すごいね、この機会。7月16日土曜日、はい、ない道の日です。ちょもです。たまたろうです。今日はこっち明るいですけど、マロン見てる、マロンもうね、はい、あのやばい。何が可愛くて毎日見てるマロンのあれを、うん、なんか2回目の放送見ました、うん、マロンの2回目しかからしかないですよね。2回目、いや1回目もあるんですよ。見ましたよ。2回目の最後にイサちゃんが、はいはい、あのまさか1回目よりは良かったはずっていうのが、はい、すげえ可愛い。まさか1回目よりはどの辺が調子だったはず。知らねえよ、全部だよ。全部知ってるよ、可愛いよ。俺もう可愛いね。超やっつけ何それ、あれなんでしょ、あの遠藤香織さんが見てるとあれだからなんでしょ。深夜さんのことだって、香織ちゃんさ、俺は香織ちゃんだっつってんのに分かんねえんだよね、香織ちゃんもそうなんだよね。な、女の言いたいことがいっぱいある俺はこれに関して言いたいことがすげえいっぱいある、分かる、うん、けど今は言えないっていうね、うん、時期が来たら、まあこれからね、ちょっとドライブに出発するわけですけども、今週は、はい、ちょっと上がる位置から、はい、皆さんにですね、パトロール、パトロール、いつもやってるパトロールですね、はい、これでね、那須塩原市の紹介ということでね、プレイスポットとか、うん、そうなんです、はい、なんでこの街が平和かっていうと、うちらがこうやってパトロールしてるからっていうね、うん、グレンタイじゃなくて、それなんつんだっけ、なんーガーディアンズみたいな、チャーリーズエンジェルスみたいなやつ、ね、そう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 、この街の正義は危ない、俺らがなんね、それパトロールじゃないよね。おかしいよね。危なかったじゃんよ、はい。で190とか出すんでしょ。出さないです。おかしいでしょ。パトロールつまり、ね、YouTube から逮捕されますからね。そうなんですよね。はい。なんかすごい。はい。何ですか。なんかさ、犬抱っこ、今見ました。見ましたよ。犬抱っこしてさ、はい、すげえ目そらされてるんですよ。はい、犬そんな取って食うようなあれじゃないじゃん、だって。そうですけど、犬食いますけどね。あれさ、犬の誘拐ってあるんですか。可愛いかって、だってさ、だから、そうなんですよ。だから、いわゆるあの、なんですか、土佐犬とかじゃなくて、うん、土佐犬は誘拐しようと人は、した人はやられるからね。でしょ、はい、じゃなくて、はい、あれですよ、もっと可愛いっていうか、はい、トイプードルとか、はい、買うと、もうちょっと、はい、30万ぐらいしちゃいますね、きっとわかんないけど、盗まれるよね、平気で。盗まれると思うよ、隣に歩いてたら。ですよね、うん、犬ってさ、個々に顔が違うんですか。みんな同じに見えるんだけど。それはね、うん、愛護団体かなんかからね、怒られる。AKB48、翔太わかる、みんな顔。全部わかる。全部わかる、うん。嘘つけよ。いや、俺が言っちゃうと、ほら。一人か二人しかわかんねえじゃねえ。なんつうの、俺がさ、はい、なんとかちゃん可愛いって言っちゃうとさ、はい、みんなそれになっちゃうから。いやいや、あれでしょ、ほら、投票にさ、左右されちゃうじゃん、俺ぐらいになると。メディア通してさ。メディア通してね。うん、あれもさ、投票って言うんだったらさ、はいね、はい、短期無記名だよね。短期無記名、1人1票、うん、それを1人1000票も2000票もってさ、あの投票の仕方おかしくないですか。まあ今更だけどさ。いや、俺はありかなと思うんですよね。だって、まあ、売るためのことと関して考えたらね、うん、それはそれで正解ですけども。だからさ、やっぱりさ、はい、売れてなんぼなんじゃないの、歌手って。いや、そうだと思います。よくさ、はい、いるじゃないですか、タマさんが言ってるような。なんで俺のせいし、意味が分からない、なんで俺のせいにするのか。違うんですよ、違うんですよ、全く分からないっていう。はい、こう、なんだろうな、売れてから自分のやりたいことをやればいいんですよね。そうなんです、売れてから。そうなんです、売れちゃうと自分やりたいことができないからっていうのは、そういうんですよね。違うんですよね。そうそう、だから売れるまでの、うん、過程で、だと思うんですよね、うん、そっからですよね。もうそうです。まあ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 、その辺はね、はい、個人の自由もありますね。はいはいはい、どうぞ。でテンションが落ちた今。はいはい、車を進めなさい。今週はパトロールでございます。はい、先週のメールテーマは忘れてますが、はい、カブトムシです。あ、カブトムシですね。カブトムシ、カブトムシもいるかもしれないんで、はい、それでは、HMC33 始まりです。はい、
MC33 の二人ヨガはい、さあ、はい、今週はパトロールでございます。先週さ、クワガタトリットじゃないですか。はいはい、アレキサンダーミヤマ、大ミヤマ、はい、アレミヤマ、まあ、略してミヤマクワ、ミヤマクワですけど、そしたら普通なんだと思いますけど、うん、はい、あれ残念でしたね、取れなくてね。赤一匹でね、あのチャリンコの人見ました？見ましたね。シャウトしてましたよね。喋ってた？シャウトしてた。全然分かんないです。はい、白い iPod で、はい、はい、はい、暴走族全然暴走族でもなんでもないですからねあの、田舎だと悪いからやめてもらえます？暴走族とかっていう、ね、この道見たら田舎じゃないですかね。はい、何にもないっていうね。はい、はいはい、で、先週、はい、先週のクワガタの1匹だけ取れましたねっていう話。2匹ですけどね。はいはい、まあ、あれはあれで良かったんじゃないですか。はい、なんか反応が欲しいですよね、そのミヤマクワガタ取れたっていう ね、 そうですね、なんかね、何もないですよね。何にもなかったですよ。すごいとかさ、何なんですかね。あれ意外と取るの大変だよね。大変だと思いますよ。マムシ取れるかもしんないし、が怖がりながら。今年はセミ来なかったけどさ、ありましたね。いや、でも今年はちょっとね、遅い。あ、クワガタ、そう、セミも、うん、セミも鳴いてなくないですか。鳴いてます？いや、鳴いてないと思います。鳴いてないですよね。はい、あんまり、まあ、まだセミ鳴かないと思いますけど、もうちょっと、はい、地面から出てきて、セミが遅いなっていう話なんですけどね。はい、はい、何、はい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 言ってんの。うわ、あ何手が分かりましたけど、はい、これで言っちゃうとね。そうなんですよね。また冗談ですけどね、僕たちの言ってることは。そうそうそう、全て冗談で、ね、はいはい、ウィンカーつけないと。はい、ウィンカーつけないとね、うん、これウィンカー使わないでどこまで行けるかとかさ。はい、まっすぐだけ走ればいいんじゃないですか。ああ、そうです。でも T 字路ぶつかったら終わりですよね。終わりですね。はい、ぐるぐる回ってればっていう。なんなの、はい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 って。はい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 言ってない。テンション下がったのよ、今ので。違うよ、そんなことないよ。はい、うん、マクドナルドでさ、スマイルってなくなりましたよね。はい、あれ、うざいからですよ。やっぱり、言われると。じゃあ、言ってやったらいいんじゃないですか。なんてスマイルです。なんでスマイルなくなったんですかって。で、言えばさ、はい、なんかわかるでしょ、その人の表情を見れば。なんか飲みます、じゃあ、マクドナルドって。いいと思います。とりあえず。いいと思います。スマイルで行きましょう。はい、はい、じゃあ。よかった、運転してて。違うよ、運転しててよかったんじゃないの、うんうん、左ハンドルでよかったんでしょ。はい、危ない危ない。それ何、俺が言うの。バックで入れば、バックで。バカじゃない、バックだから。バックで入ればいいんじゃないですか。バックでバック、バックだから。したらバック、バック、え、俺がそんな何、なんかドキュンみたいなこと聞くんですか。まあラジオだからしょうがないですよ、そこは。はい、マジっすか俺が何、スマイルってなんで。結構行ってますよ、あそこのマクドナルド。ああ、いや、あの行きつけですからね。これから行くマクドナルドはあれですよ。すごい行きつけ、毎週行ってた。ラジオ終わりで、はい、反省会やるマクドナルドなんで、ね、いつも行ってたところですよね、うん、ただほら、いつも行ってる人たちじゃないじゃない、時間帯が、はいはいはい、シフト制で言うとさ。そうだね、うちらのほら、ミッドナイトみたいな人なんでしょ。はいはいはい、そうですね。朝までやってるよってことは、ダメだよね。まあ、敵ばっかりですね。敵ばっかりですよね。シャレが通じないっていう。通じないですよね。夢、店入っていいんですか。ドライブスルーでいいんですよね。ドライブスルーにしましょう。コーヒー飲みますか、ね。あれ、これさ、はい、ナスウェーブカモン雄三で、うん、領収書切ってくださいって出してくれるのか。あ、いいんじゃないですか。取材ですから。ですよね。はい、うん、でもさ、カモンさんが取材の時に、自分の腹ですよ、多分。で、だって、金出てないでしょ、基本的に。ビビりすぎですビビりすぎです。いや、怖い街だな。チョウ君ビビりすぎです。怖い街だな、ここはな。はい、はい、いや、とりあえず今からじゃあマックに帰りました。大乱闘スマッシュ、スマッシュブラザーズとスマブラ。これは何ですか、踊るメイドインワリオっていうのは。ああ、それはなんかみんなでやるやつですね。みんなでやるやつですか、うん、あ、はい、ありがとうございます。やってみてください。これワンダーグーとかでいくらで買い取ってくれるんだろう。いや、もうすごい気づいてますけどねあ、そうなの、うん、これよ、例えばね、これ借りて帰ってさ、使えないじゃん。これ使えなかったって言うとさ、金取られるシステムとかなってんの、弁償とかっていう。いや、もちろんもちろん、システムになってんの、これもうあれで、死についてくる、ね、知らないうちに最悪じゃねえかよ。これあれです、カゴメ。カゴメね、夏工場。ここにね、でっかいはい、カブトムシ。違いますよ、トマトのあの、缶
うん、タンのでっかい親分がいいんですよね。あー、あそこにね、あこれ取ります。こんな感じでここにね、はい、ここでね、このあ今カンの親分がいますね。今映ってると思うんですけど、はい、すごいでかいですね。4メートルぐらいあるかな、トマトジュースね。はい、ありますね。すごいですよね。はい、でここに、はい、俺通るたびに、はい、赤いベレー帽をかぶった、ああトマトガールですよ。トマトガールってのがあるんですね。トマトガール言いますよ。はい、あれね、毎年人材派遣なんですよ、あれ。派遣なんだ。人材派遣が来るんですよ。もうさ、ずっと常備で取ってやったらいいんじゃないの。いや、夏だけ、あの夏の工場見学とか、うん、お客さんが来た時とか、うん、あ、デートしてますね。すごいデコボコカップルじゃないですか、今の。え、いいと思いますよ、僕は。デコボコでもなんで、チワワとあれみたいじゃないですか、今のトサケみたいな感じじゃないですか、うん、はい。キャンの言うのかな。トサケ、中学生ってどうなんですか、そういうのって。いや、もうもうもうバンバンですか。もう中学生ぐらいになれば、はい、ほら中学生いましたね。もうバンバンですよ。でもなんか環境とかやっぱり人によりますよね。え、いや、そうだと思います。何やってんの、気持ち悪い。話は見てんですよ、画面がちゃんと撮れてるから。もうすぐ Mac で、はい、スマイル、じゃあスマイル、え、本当に言うの、うん、なんでなくなっちゃったんですかってのドキュンっぽくないですか。ドキュンな、こんな車に乗ってさ、男二人で Mac 行ってるなんかもう大概でしょ。電気消えてますけど。いや、あれは追求者ですよ、世界のマクドナルドね。はい、英語で言ってみてください。はい、というわけで今マクドナルドに来ました。なんでちょっと緊張してるね。いささか緊張しておりますが。バカだよね。はい、いささか緊張。何飲むんですか、チョンさん。俺、はい、出しますよ。なんかヘーゼルナッツモカ。ねえよそんなの。行き過ぎです。バックしてください。あれ、行き過ぎ。バックオーライ。バックおかしいべ。バックオーライ。はい。行き過ぎです。戻ってください。はい。こんばんは。無視されました。キャラメル、あ、カフェラテのアイス、M です。アイスカフェラテの M を2つで、以上で。はい、はい、ヒムロック、あ、ガムシロック入れちゃってください、中にガンガン。あのさ、ケースごと入ってたらどうすんの。ポチョってなんでいいよ。ポチョって入ったらどうですか。ポチョって、もうちょっとさ、愛想よくてよくね。すげー、これ多分美人だよ。でも、はい、だから人の車ギー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 500円玉で削るんじゃねえよ。いいんじゃねえ。なんで今日はこすんだよ。だから違うよ。え、ツンケンツンケンしてるってことは、はい、あれかわいいの。あ、かわいいと思いますよ。かわいくないの、どっちなの。いや、どっちかというと可愛かったらツンケンツンケンしてると思いますよ。あの可愛い、ツン、あの愛想振りまかなくてもあれすっから。でもさ、うん、知らず知らずにちゃ、あ、みんないい人いい人ってなったらさ、うん、だんだんあれツンケンツンケンしなくてよくなるんじゃないの。逆なの。いやいやいや、ツンケンツンケンしても、じゃあ俺はじゃあ大したことないと思う、うん、俺も大したことないと思う。だって夜中にダブルチーズバーガーなんでしょ、きっと。多分ね。いや、ダブルチーズバーガーだと思いますよ。さあ、来た。男だし。うわ、社長さん、こんばんは。パッケの方は480円でございます。はい、はい、じゃあ、お願いします。はい、スマイル、すいません、あの、はい、昔スマイルってさ、メニューに書いてあったじゃないですか。スマイル08、はい、はい、あれ、なんでなくなっちゃったんですか。多分メニューに表記する容量が少なくなってしまったんで、メニューのデータ分だけちょっとそのままカットされてます。なるほど、別にじゃあスマイルもやめたわけじゃないんですね。そんなわけじゃないですよ。いいスマイルですもんね。はい、というわけで、はい、ありがとうございました。すいません、ありがとうございます。はい、というわけで今解決しました。スマイルは、なるほど、あの場所がなくて、じゃあ違うとこ行ってさ、はい、聞いたらさ、はい、うぜえからで、で結果女の子あれさ、高校生のバイトかなんかでしょ。そうですね。もうちょっと愛想を駆使すればいいと思うんですか、うん、スマイルじゃねえじゃねえかよ。はいはい、なんかさ、わかる、あのこっちのとっさのやつにさ、はい、あのなんていうのかな、
頭がいい子じゃなくて要領がいいっていうかさ、そう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 ね、うん、なんかそういう子いいですよね。年取ったのかな。いや絶対そうだと思います、うん、どうですかこれ。牛乳多くですか。乾杯。あ乾杯。あ乾杯。えこれなんかトロッとしてない。ブグブグすんならブグブグ。えブグブグしたらいい。ブグブグしたらハムシャップこれどうすんの。甘くねえっつってさ最後まで吸い終わったらケースごと入ったらどうすんの。あ、美味しい。なんかいまいち冷たくなくないですか。うん、ちょっとね、入れたてなんですよね、多分ね。はい、はい、というわけでこちらは、西那須野ですね。はい、よくね、スロットやりにね。そうですね、これ体力勝負、体力勝負ね、上州屋さんと。あ、その前のこれ集合場所、ビッグボーイですね。よくここは集まってましたね、うん、もうなんか、そんな話ばっかりじゃないですか。もっとないですか。ドン、おしお、おし、おしっす。ドンオシス、ドンオシス。ナミオ、チャプチャプ、チャプチャプ、楽器は、あ、銀行行ってくんないですか。金下ろしたいんですよ。もう終わったんですよ、シーズン。ああ、そうなんですね。いやー、しかしさ、うん、これ、二十歳ぐらいからやってるわけじゃん、こんなこと。やってます。もう飽きもず、飽きずに。でしょ？うん。何してんの？でも、車が変わったじゃないですか。前はマフラーうるさかったりさ、そのスポーツカーだったのがさ、オートマっていうのもね。そうなんですよ、ね、だってオートマなんか一生乗らないと思ってなかった。思ってた。絶対乗らないと思ってたよね。絶対乗んね。あれクラウニベンツでしょ。クラウニだろあれ。裏え裏クラウニベンツだよ。あれさクラウニだったらおかしいだろ。作った本早くねえけ。古いね。古いベンツでしたね、今ね。すげー。200万ぐらいのベンツですよ、今。すげー、なんか見られてたよね。はい、見られてた。B ボーイっぽいね。うん、あれね。多分、ピストル横にして撃つタイプでしょ。ああ、これ、カリフォルニアスタイルですね。ロサンゼルス。はい、というわけで、パトロールです。あれ行かないですか。あ、こっちだっけ。どうですか、ワイドワールドいいですか、はい、パトロールに。はい。はい、どっか、可愛い子がいるとかないですか。あれ、何もないですね。うちの会社のいいんじゃないですか。サムちゃんの勤めてる会社に。はい。いやそれはいいです。最近ねできたんですね、この漁民。漁民ね。漁民ね。魚民ね。ダメですよ、ダメですよ。分かってます。はい、と漁民が意外と那須をさ、はい、盛り上げようって。はい、なってなるじゃないですか。 NPO 方針ですか。いやいやいや、ナースウェーブの方針としても、はい、まあムルーさんの番組もうちょっと先お休みですけど、はい、あのナースを盛り上げていこうなんつってさ、はい、ナースの湯本の方メインじゃないですか。はいはいはい。でまあ厳密に言うと、うん、うちらがあのナースウェーブの本部とかは、うん、ナース塩原市にあるんですよね。そうですね、ナース町ではないですね。なんですね。どっちかっていうと塩原とかさ、あっちも同じなんですよね、うん、だからさ、なんかもうここら辺ってなんかあんまりこうフューチャーされないじゃないですか。はい。もうその箱根で言ったら下の第三新東京都市ですか、うん、そうそうそう。あ、仙石原ですね。うん、はいはい。箱根湯本じゃなくてね。そうそうそう、湯本の方はさすがに多いけどさ、はい、こっちもね楽しいとこいっぱいあるんですけどね。はいはいはい、うん、いやー、ほら、こんなに車がいっぱい止まってるじゃないですか。すごいですよ。これあれですよ。よくあの、400号、ツタヤ、はいはい、400号、西那須野店。はい。これがあれですよね。あの、インスタライブをよく行ってるところですね。すね、はい、結構あのね、お店で飯食ってる人いいんですよ。ハンダ屋ね。ハンダ屋ね。はい。よくあるんですよね、ハンダ屋ね。なんか、あれだね。ん？マックとかさ、はい、ハンダ屋とかさ、はい。いや、美味しいんですけどさ。はい、安いのばっかり。安いのばっかり。そうなんですよ。バリューなんですよ。バリュー。バリュープライス。ね、もうちょっとさ、なんかどっかでステーキ食ったら誰かに会ったとかさ。ないでしょ。あ、ブルースさんに会うかもしれないですよ。ああ、そうです。はい、ね、うん。いいお肉とか。そうですよね。食べてたりすると。ね。カモンさんにばったり会ったとかね。はい。会わないですもんだって。会わないですね。はい。カモン。生息域は多分違うんですよね。昔さ、カモンさんとさ、うん、和食屋さんなんだっけ、魚じゃねえや、和食屋さんファミリーレストラン夢やん。ああはい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 、で会ったんですよ。なんで魚が出てきたの。いや魚民かなっていう。でいや
こんにちはっつって終わり終わり二十歳そこそこぐらいかな。ああまだ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 そんなにナスウェーブが。え、方向音痴チョーク。あれ右でいいですよ。これ左とずんどまりなんですよね。左と今はそう、ずんどまりって言わないですよね。昔ね、結構女の子連れてくる店があったんですよ。そう、脂っこい、ドリアとか出す店が。この人らはウィンカー、ウィンカー、そうそうそう、遅いよね。これも遅いよね。こっち待ってんのにさ。そうなんです。あれ円滑じゃないですよね。ブレーキより先にウィンカーつけるぐらいでさ、はい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 、そうすればこれ行けちゃうんですよね。はい。そうだ。文句ばっかり言ってるね、俺。いやいや、大丈夫だと思います。もう文句言っていいんじゃないですか。文句言ってもういいんじゃないですか。うん。幼稚園だね。寿司屋さん。はい。こうなんかいうなんかさ、個人でやってる寿司屋さんって美味しそうですよね。この辺はでもさ、どうなんですか、寿司屋なんか。卵美味しいでしょ。サバ締めんのにさ、脇の下で締めてんじゃないですか。あれでもさ、はい、お寿司屋さんってさ、うん、手じゃないですか。だから俺も、ね、なんでもそう。言ったじゃん、前ちもくんに。だからあれでしょ。ケーキとかさ、あれでしょ。こねんのにさ、野球のファーストが、うん、右の、左のミットで、ボールを取ったら、うんうん、右足でアウトになる原理でしょ、うん、あ、違うの。それじゃない、それじゃない。それじゃない。それじゃ、それは、手繋いだらもう、エッチしたと一緒。エッチしたと一緒って、もう触った、プルルってやったのと一緒だっていうのじゃなくて、手でこねるさ、パン屋さんとかさ、はいはいはい、絶対角質入ってるよね。もちろんすごいですよ。そのパンとかに練り込まれてるよね。すごいです。すごいです。ピザもそうだしさ、はいはいはい、手ごねのうどんもそうだしさ、それ全部ケーキとかの種も、隠し入ってますよね。はい。はい。だからそういうのが、人がいます。バカにしたよね。いや、じゃあ、引くと思ったんだ、俺。そうそう。そしたらなんか一番今面白いから。面白いよね、確かに、ね。はい、それが一番面白いってね。うん、で、警察が車で撮ってればいいでしょ。はい。いや、そうなんですよ。面白くねえよ、免許なくなっちゃうでしょうね。今この先に面白い店があるんですよ、ここに。これ。あ、なんでつけろ、ラーメン屋になってましたけど。あ、ほんと。はい。あ、終わっちゃった。ちょっとですね、これ持ってるんですか。いや、いいんじゃないですか。あ、よく見てください、この車。はい。何ですかあれ。あ、あれ。車番が。違う。はい。というわけで、今ちょっと買い物に行ってくるんで。ちょっと、小休止です。今、はい、買ってから。また見せますんで、はい、買い物が終わるまで一曲どうぞ。あれがいいな。何ですか。いつもいつも加藤さんの笑顔。はい、はい、じゃあ聞いてください。どうぞどうぞ。それではね、皆さんね、まあこういうバカな男の話を聞いてね、存分に笑って飲んで食べれていただければいいかと思います。笑顔という曲をお届けします。それではお聴きください。
きしめること買い物終了、帽子を買いました。はい、え、山本君は登山用の帽子を買いました。加藤修二さんの笑顔でした。はい、今アウトドア店で帽子を買って、はい、うん、富士山登山隊やらねえね、バスで行く。いいんじゃないですか。これ再来週、あ、来週登山なんですよ、那須。はい。取ってこようかな、それ。あ、取ってきてくださいよ。うん、それで1時間流して。帽子を買いました。はい、はい、登山用の。はい、あ、いいですか。はい。もうそういうのが信じられない。なんで。何それ、買ったばっかりの雑使いが。なんか買うまでが楽しいってわかる。あ、わかります。 A&F です。はい、結構かっこいいです。買ったのはかぶってこないと。あ、これちょうどいいステッカー。あ、いいっすよ。何するんですか。バイブに貼るんですか。うん、ステッカー好きなんです。子供か。なんでステッカーいいじゃないですか。だってパトロール続きです。はい。では、はい、今西那須、はい、旧西那須のですね。そうですね。今はもう那須塩原市ですね。この下にですね、はい、あのあれですよ。いつもお世話になってます。あ、車来てるよ。車来てるよ。はい。行けたでしょ、もう。もう止まってくれるよ、多分。めっちゃ。行けたでしょ。お、ね、お、ジープチェロキーであいつ。ハザード出す、ハザード。いや、曲がってんですよ。ハザード。ハザード持って出すの、これ。違うよ。曲がったんですよ。あ、曲がったの？ウィンカー。バカやろ。だからさ、ウィンカーを。出せよ。バカだな、ほんとに。はい。はい、では。僕は終了しまして。真っ暗ですね、もう。なんですね。あ、カブトムシ取りに行きますか、今日も。今日も？今日もです。これ何にもなくて終わんな。はい。お、あ、ありますよ、ほら、ありました、どうですか。あ、怪人さんだ。あ、ほんとだ、すげえ。すごい綺麗。なんか、そうですか。そうですかって、バカにしてんの。いや、違う、バカにしてないですけど、なんか、外人イコール綺麗っていう、その短絡的な、その構図を作ってる感じが嫌だ。なんで。外人だって、なんなら、外人のが、わかります？ギャートルズみたいなのお母さんみたいな外人わかります？ママみたいな、あんなんばっかじゃないですか。でそういうさ、はい、あの夢も希望もないようなことを言うのがもう全然わからないよ。ちょっともう取るもんなくなってきたからさ、どっかの車にぶつけて警察が来るまでよ。さっき聞いたやつどうですか。やだよ。いや、車同士で、はい、こうやって川さんの車やるじゃん。俺なんだ、修理代もう2回やったら終わるよ、あれ。ああ1回出川にやってますから。まだこれぶつけてないですか、出川くんは。大丈夫ですね。はい、これそのうちやりますよ、きっと。そのうちやりますね、あの運転では。あの運転ってどういうことなの。100キロぐらい出してみろよ、男なら。150キロ。出したことないもん、100キロなんて。一般道でどうですか、これ。どうですかって。なんだよ、いつもの会話をすればいいんでしょ。これどうですかって何がどうですか。いつもの会話をすれば、ね、え、あのチーターって知ってますか。チーターとかってどうですか。何だろう。え、チーターとかよ、ライオンとかよ。なんか狩りですか。狩り、狩りですよ、狩りですよ、狩り、はい、ですよ、ですよ。はい、というわけで、コウモリの店ですね、ここはね。森がいいんです、あそこ、ね、焼きそば大盛りなんかとってもじゃないけど食えないですね。食えないですね、多くて。はい、この洋菓子、ね、篠原兄さんの。あ、そうですね、洋菓子売ってるんですよね、はい、で、よく来る、あれですよ、はい、リラックス。リラックスね、全然リラックス。お、どうですか。自由な鳥は。自由な鳥です。リラックスは、あの、あれですよね。はい、リラックスできます、何ですか。何ですか。満喫。満喫ですね、最近行ってないですね、
最近運動不足のベネルッパです。毎週月曜夜10時から1時間ベベベベベネルッパ。健康診断で肝臓が引っかかったベネルッパです。毎週月曜夜10時から1時間ベベベベベネルッパ。シュークリームの食べ過ぎで銀行の残高が心配なベネルッパです。毎週月曜夜10時から1時間ベベベベベネルッパ。この番組では日常のしょうもないランキングをベベベベベネルッパー。お袋へ、最近顔見せないけど俺は楽しくやってるよ。寂しい時もあるけど、そんな時はナスウェーブを聞くと元気が湧いてくるんだ。これからもこうよろしく。毎週火曜夜10時からカモン雄三の優しい独り言。インターネットラジオ放送局ナスウェーブの FM コロナがお送りしているコロナ店長のコロコロトーキングは、宇都宮コロナスタジオに毎週素敵なゲストを迎えて楽しく放送している。毎週日曜日夜10時からコロナ店長のコロコロトーキング、みんな聞いてくれ。いや、しかしさ、もう夏至すぎてキャンドルナイトのあたりが夏至だったんですよね。うん、日がまた短くなりましたね、U ターンしてね。そうですね。はい、あっという間になんかね、あっという間に暗いですね。うん、暗くなってきて、はい、夏はええね。でも夏はいいですね。はい、お祭りとかどうなんですかね、今年は。今年は黒磯は花火大会はないですね。ないですね。盆踊り、あの、あれどうします、あれ何ですか、盆踊りの、盆踊りのあの、はい、あれ軽トラックで、はい、店してません。ああ、なんか言ってましたけど、うん、何やるんですか。じゃあ金魚すくい、はい、ピッて言ったから何かと思った。金魚すくい、はい、あのさあ、演奏した肉をさ演奏したな、この人随分慎重だね。山賊じゃないですか、多分。うわーって言ったら、そいつ煙出てきますよ。ハンクラの鬼だから、ね、はいはい、ハンクラの鬼って何、ハンクラ、分かんねえ鬼はハンクラすんのかっていう話ですからね。そうそうなんですよ、鬼ってないですよね。鬼の定義で鬼はないです。鬼のように速いとか言うじゃないですか。鬼って速いのかな、しかしっていう、分かんねえ。鬼ってなんだよ、危ない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 前ブレーキ踏んだっすよ。ほら危ねえじゃないですか。うなぎ食いてにょろ、うん、うなぎってなんかぬるっとしてません。うなぎダメなのか。いや大好きですうなぎの、じゃあうなぎそのものより、うん、うなぎをハケ代わりにして、うん、タレを塗ったご飯が食べたい。わかる。あ、わかります、わかります。焼肉もそう。あ、焼肉をハケ代わりにして一回ワンバンしたい。そうそうそう、ワンバン、ワンバンって言うんじゃない、まあ、こうこうプッて鳴らせよこいつ。なんで怒って青なのに進まないんですよ。ちょっとちょっとちょっと今までのちょっとちょっ ちょっと降りたんだろうね。見ないですね、見ないですね。はい、というわけでこれなんだろう、これ買い物して帰ってきただけ。いや違いますよ、これからラジオのこのね真骨頂でなんか面白い話じゃないですか。ワンツーワンやってくださいよ。やんないですよ。じゃあ大友じゃないですか。大友ですよ。ロックが発進、これギア固定できないですか、この車、でかい車。できないと思います。うるさい。はい、終わりました。はい、遠藤かわりちゃんって行かないですか。今までですか。あ、はい、いいっすね。攻めに、攻めに行きますか。どこだか知らないんですよ。ああ、電話して聞いてみます、今生で。ちょっと生してくださいよ、思いっきり生で。今電話してくださいよね。え、うん、俺しますか。ダメだよ、言ってんじゃん。いや、あの今電話してくださいよ。いや、違う違う違う、あ、聞けば面白いじゃん、あれで。じゃあ今遠藤かおりに、はい、ちょっと生電話、思い携帯がない
いや、中ですね、多分。違う、携帯が。ん？裏じゃないですか。ああ、ここに刺さってます。ああ、じゃあ、はい、じゃあこれで、つないで。今、パニックして、遠藤香織さん。今からちょっと電話セットして。なんだな、これ。ジュース代は出さない、あの、ん？ジュース代は、うん、俺が出さなきゃなんで。あ、だって流されちゃうから、これ。これ、俺やると、ほら、おかしいでしょ。何が？そうですよね。じゃあいつものようにはいかないんだから。そうですね、いかないですね。そうですね、見てますか、電話は。電話で、履歴じゃなくて、履歴じゃなくて、どれ見るんですか。どうですか。違う違う、履歴じゃないです。どうでああ、はい。で、A か、一番下かどっちかですね。危ない、危ない。遠藤、どれ、ちょっと待って、どこに一番下じゃん。すげえ早い。何、何件入ってんのこれ、あんた電話番号。あ、ほら、あんだよ、これ。これ、こっちです。これじゃない。玉太郎とか。あ、あった。はい。なんでこれ、フォントがさ、君の、フォントがさ、指は動かねえのか。はい、どうぞ、じゃあ。こちらは、ソフトバンクです。電話番号は、はい、現在。あ、え、そうなの。違うんです、違うんです。多分、YouTube、あ、じゃなくて、なんだっけ、うん、AU と、あれ、うん、あれじゃないですか、ソフトバンク2つ持ってたじゃないですか。これ、すごくないですか ?2 人で喋るんだ、じゃあ。ドキドキしてきた。もしもーし。もしもーし。こんばんは。チョモです。もしもーし。チョモです。はい。タマ太郎です。あ、はいはいはい。こんばんは。こんばんは。今ね、ラジオの収録中なの。あら。今。はいはい。かおりちゃん今何やってんの？バイト中？かおりちゃん今運転中です。あ、運転中なの？はい。ちゃんとハンズフリーだよね。もちろん。もちろんね、そこは。これ収録中だよ、かおりちゃん言っとくけど。はい、大丈夫です。大丈夫？バイト？仕事？ハンズフリーは徹底してますので。あ、はい。よろしいかと思われます。あのね、今からかおりちゃんに行こうっていう企画が立ち上がったんだけど。え？今からかおりちゃん、遠藤かおりのお家に行けっていう企画が立ち上がったんですけど、かおりちゃん家にいないんですか、今日。うちに今、カーセックス場の中なので。カーセックス？車の中なのでいませんね。ああ、あれ、かおりちゃん、尾瀬かどっか行った帰り？ここで行きました。あ、もう、それは違うの？今日じゃないのね。今日は、今から塩原です。ライブですか？ライブって言いたいです。じゃあライブってことにしてください。じゃあ終わりですね。かおりちゃんの企画潰れましたね。え？これ今週の放送のあれですから、ビデオ撮ってるんですよ。はい、はい、なんで、まあ出演してるんで。じゃあ、かおりちゃん今週ダメなんで来週来てくれるかな。いつもテレ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 テーン。きつったよ。いいよ。あのさ、はいはい、ごめん、進行が下手。何ですか、誰がですか、僕がですか。ダメだよ、目精一杯やったんですけど。いや、しょうがないんだって、行くんだって。しょうがない、行けなかった。行かないよ、そんなの。俺もう、なんで俺を返してよ、うちに。ふざけんな。じゃあ、面白いね、電話。面白いです、誰かかけましょうよ。誰？カモン雄三で。ベネさんとかかけたらいいじゃん。いや、いいですよ、かけてくださいよ。いや、じゃあ、誰かかけません？警察とか。俺知らないんですよ、でも、アーティストの、遠藤かおりも知らないでしょ。はい。あ、マロンのが知りたい。なあ、マロンかけません。知らないくない？だって知らないでしょ。知らないよ。知らないでしょ。はい。ほら。じゃあ、誰ですか？カモンさんかけてます。俺さ、さっきから何回か電話来てんですけど。かけた方がいいですか、ね、かけた。かけてみていいんじゃないですかね。これでかけます。はい。はい、というわけで、電話の会はおしまいです。遠藤かおりさんちもダメでしたね。ダメでしたね。はい。というわけで、じゃあ、もう、いい時間だから、
いや、一曲俺聞きたい歌があるんですよ。はい、なんですか。もう一曲だけ、はい、あの、さっきうなぎあったじゃないですか、はい、あ、うなぎ弁当、二郎さんのうなぎ弁当をぜひ。二郎さんの曲って意外とうちの番組かかんないじゃないですか。かかんないです。最近、はい、二郎さんのうなぎ弁当と、はい、ごめんなさい、あのね、あれがちょっとわかんない、忘れちゃったな、乱神七変化、それ違いますね、君二郎さんですね、君二郎さんですね、はい、あの、秋の麦の秋だったかな、秋の麦だったかな、なんていうんですか、爆臭ですか、爆臭っていうのかな、わかんないです、うん、なんか多分変な読み方なんですよ、あれでも、うん、いや、いい歌なんですけど、サンマみたいな感じじゃないですか。まあ、そうかもしれないですね、はい、いや、二郎さんでうなぎ弁当をぜひかけていただきたいなと思います、ね、はい、うなぎ弁当ね、はい、ティン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 チッチンチッチンがなかなか難しいっていうギター、ああ、二郎さんがやっぱロックっぽいよね、そう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 、ね、そう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 、その辺がね、うん、指使いがね、やらしい感じ、そう、いやらしい感じ、はい、やらしい、では二郎さんでうなぎ弁当です、どうぞ、どうぞ、金曜の夜に得意先から電話、システムが壊れた、今すぐ直しに来い、10日ぶりのデートと3週間ぶりの休暇、パー生活なんてこんなもんさと笑った、空港まで2時間、飛行機で1時間半、バスを乗り継いでさらに1時間、パソコン再起動5分で完了、仕事なんてこんなもんさと笑った、接待もなく泊まるでもない、週末の日帰り出張、彼女宛てのメール返事が来ない、人生なんてこんなもんさと笑った、おの東京駅で駅弁を買う、たまには奮発してうなぎ弁当、指定席を取ったけどなんだか窮屈、自由席に行ったらガラガラだった、走り始めた新幹線の中で頬張る、うなぎ弁当期待したより薄味だった、駅弁なんてこんなもんさと笑った、おお、ひとしきり食べておしぼりに手を伸ばす、おしぼりの下からもう一袋、山椒の粉とうなぎのタレ、人生なんてこんなもんさと笑った、家に近づく新幹線の中で握りしめるうなぎ弁当の箱、思ったよりも硬い箱だった、ビニールが破れて変な汁がこぼれた、おはい、うなぎ弁当でした。ありがとうございます。アクション。楽園だべ。何言うの。俺何か。つったって何つっていいのか分かんねえもん。放送計画、略して。OK。パッパッ、さて、うなぎ弁当、さすがにお呼び出し中です。わあ、これ大変ですよね。でもね、二郎さんってやっぱ大人ですよね。あ、大人だと思いますよ。もうさ、はい、もしもし、あ、出た、はい、お疲れ様です。お疲れ様です。放送計画撮ってます。はい、来週の放送計画、うん、訳して OK。 来週どうしましょうか。ちょっと一つ言っていいですか、はい、これ僕らの中では今のがね、会話が成立してますけど、カモンさんにすればでかい声で包茎って言ってるおっさんですよ今のは。
カホンさんは頭いいから分かってる。分かってます。はい。どうしますか来週。来週。来週は。はい。合コンでいいんじゃないですか。合コン。来週ジグジョにします。ジグジョ。ジグジョでいいですかジグジョ。ジグジョなんていうメールテーマが成立しないですよ。あれ、代表はさ、はい、カモン代表はみんなの電話番号知ってます？みんな？マロンとか、それは知ってるでしょ。みんな、みんなわかるよ。あれってどうやって聞くんですか？教えてっつって。ねって言うんですか？なじゃなくて。うん、教えて。あら、断られることないんですか？大体ないね。カモンさんはスタンスが違うもんだって。そうなんで。それは、カモンさんのやっぱりスキルなんです。そう。俺らが言うとなんか、やらしいでしょそう。教えてなんて、なんか、やられんじゃねえかとかさ、そうプロフにあげられんじゃねえなみたいな。そう。はい、いや、すごいですね。カモンさん何やってんすか、今。飯食ってたんだけど。で、飯食いながら、包茎とか言っちゃってんですか、うん、母ちゃんおごりません。はい。今、見てないこれやってはい。今、ドライブ中なんですよ。パトロール中です。ドライブ中。はい、今、来週の放送を、はい、して、さっきちょっと香織ちゃんのも繋いだんですけど、はい、会えなく振られまして、香織ちゃんには。一瞬にして振られまして。で、俺がマロンに電話したいって言ったら、電話番号知らないっていう話。というわけだったので。というわけで、カモンさんのうなぎ弁当が冷めないうちに、はい、ではまた来週ということで、はい、はい、はい、それではお疲れ様でした、はい、バイバイマグナム、マグナム。ということで。いいんですか今ので。撮って？はい、撮ってますよ。いや、今。襲撃しましょうよ、うなぎ弁当。はい。先週と同じく、カモンさん、スタジオに。はい。行ってましたよ。どうですか？これ渡して。はい。はい。早く帰りたいんですけどね。もう帰りたいんですけどね。俺も帰りたいぞ。はい、さっさと帰りたい。家にいればいいじゃねえかよ。まあ、玉くんなもん。あ、帽子かっこいいじゃん、結構。そんな暗闇に目が光った蛇みたいな顔で、カマキリだが蛇みたいな顔で言われてもよ。カマキリじゃねえ、ザギャラって。あ、はい、意外とね。危ねえ危ねえよ。本当に危ねえ。
酔っ払ってこれでキー出すって言ったら面白いです。 YouTube にアップします。これさ、はい、この車さどのぐらいまで大丈夫と思います？ダメだと思います。すぐ角度角度角度45度ぐらい上がれるかな。上がれると思いますよ。あの、うん、入射角でしょ。入射角あのね、出角が問題なんです。要はそうなんですよね。ディパーチャーアングルがね、この最初はだから入りは意外といけんですよ、うん、そう出がね結構すぐ引っかかるっていう車って、うん、ケツ長いしね。そうあれじゃないですか、どっかのオフロードコースみたいに行ってさ、うん、走ってくればいいんじゃないですか。あのあるじゃんよく。これさ今度あのスポーツカーにしません？大島さんにスポーツカー借りてさ、はい、うん、ああまあ面白いですね。ワンワンっつって、うん、ヒール&トゥーやりながら。そうそうそう、はいですか、はい、で来週は、はい、あのあれしましょうよ。何ですか？ジグジョジグジョで話しながら、はい、バイク乗ります？1時間やだそれは。ほら、それ風切り音しか、風風切り音しか聞こえる。風切り音だけでも、まあそれ編集でなんとでもなるでしょうから、うん、風切り音は、うん、はい、いやでも多分無理だな。俺は無理だな。というわけで今週もまたカモンスタジオに。このパターン多くですか最近？最近で2回ですけどね。2回ですけどね。だ来週もまたこのパターンですよ。これでもさ、カモンさんってさ飯食ってきなんか怒るのかな。いや多分大丈夫ですよ、これ渡すだけですから。ですか。でスタジオにはいないってことでしょ？いないと思いますね。はい。ピンポンダッシュします。はい。いや多分ね、あの家族巻き込むと怒ると思います。ああそれはさすがに自分らだけだったらですけど、これそっとさもうスタジオに置いて。そうですね。帰りましょう。飯食ってたら悪いですから。誰もいないですか。あ飯食いってんですかとして。いやいやいますね。はい、じゃあ置いてくださいよ。一緒に行きましょうよ。俺一人で。じゃあ入れないからさ。はい。ちょっと待ってくださいね。じゃあ今からスタジオの方にね。スタジオの方に。どうですか今の扱い見たら。もうほらそんなねまた酔うんだって、はい、ニュースさんがもう偏頭痛になってっから、ね、はいはい、じゃあ行きましょうか。今日も来ましたカモンスタジオ、秘密のカモンスタジオ。今カモンさんはご飯を食べているそうです。車にさ、はい、置いとけばいいんじゃないですかね、これ。どう思います？あ、そっちポンと押してポンってお願いしますつって、もう置いとけばいいじゃないですか。いや、そっちの方がいいっすよ。だってご飯食ってる、おごりますよ、多分。私、お母さん節子に節子っていうんですか。いや、わかんないです。はい、じゃあそういうわけで、あそこに映ってないですよ、ちょまさん。来てください、はい。まあ、なんかさ、はい。電気ついた。え、クロエ？ちょっとたまさんが怒られるよ。いや、ちょまさん、ちょまさん、ちょまさん。よっしゃった。逃げてください。はい、ちょまさん、逃げて、逃げて。あれここで撮ってんの。よし、ね、もう終わりだ。カブさん出てきて、はい、怒るかなと思って。忙しいから終わり、はい、それではお疲れ様でした、はい、バイバイマグナム